太宰治、村上春樹、岸田邦夫、オンダリック、熊谷達也、山田栄美、三島由紀夫、おついち、近松周子、内館牧子、あ、小池真理子、またこか。私は本が好きだ。誰のどんな作品だって好き。特に苦手なものはない。物心ついた頃にはグリとグラを読んでいたし、初恋の悩みを忘れさせてくれたのはファーブル昆虫記だった。テニスの部活で忙しい時もファウンデーションにかじりついていたし、社会人になって仕事が忙しくなっても寝る前の読書だけは欠かさなかった。今は一日中何に縛られることもなく、ずっと本を読むことができる。時間の制限もなく、場所の制限もない。あれ？いつからこんな生活を続けているんだっけ？少なくとも昨日も一昨日もその前からずっとこんなことをしていたような気がする。もしかしたら本の世界の住人になってしまったのかも。なんちゃって。まさき、そうだ、私はこの世界の住人ではなくなったのだ。確か去年のちょうどこういう季節。でも本が好きだから、それだからずっとこの世を離れられないでいた。そうか、あれから1年になるのか。大丈夫かな。ちょっと髪薄くなってきたんじゃない？お嫁さん大事にしてる？あ、そういえば借りてた本だけど。
29歳の本まみれのアラサーさんからのメールです。突然の別れで挨拶できなかった人いますよね。実は私はたった一人の弟にきちんと挨拶できずに離れ離れになってしまったんです。小さい頃は仲が良かったものの、大人になるにつれて話すことも少なくなり、弟の結婚をきっかけに全く話す機会もなくなりました。今では私も地元を離れてしまったので、きちんと挨拶できなかったことが悔やまれます。また会った時、元気な姿を見せてね。それと借りた本だけど、部屋の机の引き出しに入っているからね。ありがとう。というお便りですね。メールいただきました。まあ、なんか事情が…ありがとう。